山田錦神戸式宅北,北総の県備士山田錦契約伝山田錦の村山田錦は稲の品種の一つ主に日本酒醸造に用いられており酒造公的米の代表や酒米の王とも言われる食用も可能である2018年時点で酒米のうち最大の生産量を誇り2位に500万国3位に宮山錦 その他が続く。同年時点で、その生産量の6割を、兵庫県産が占めている。1923年に、兵庫県赤石市の兵庫県立農事試験場で、山田実のと、単管都線を人工交配させて誕生した。1928年に、兵庫県加藤軍社長の酒造米生産地で、産地適応性の試験が行われた。 1936年に山田錦と名付けられ、兵庫県の奨励品種になった。山田錦の山田は山田実るから取り、錦は命名当時の稲の品種名に一般的に用いられていたことから名付けられた。当初は昭和とする予定であったが、現在の名称に変更した経緯は不明である。1945年7月6日の赤次大空襲により、 兵庫県立のおじし県城本館が消失し、この年までの資料を消失した。一般的に山田錦を酒米に使用した場合の日本酒の官能評価は、大吟醸酒で華やかな吟醸香とすっきりとした味わいに優れ、やや甘みが強く、味わいがあるとも評されている。山田錦の登場以後、全国新酒鑑評会では酒米に山田錦を使用した。 日本酒が上位を占めるようになっていった。1985年頃から、酒米に山田錦を、公母に協会9号を使用し、精米部合を35%まで高めれば、官評会で良い成績が取れるとする、YK35 という公式のような言葉が、酒蔵関係者の間で使われるようになった。このため、 官評会では2000年度から山田錦の使用割合別に、愛部と通部を設け別々に品評した。その後、山田錦以外の原料米の向上に伴いコシタンレー、越紙丹霊、千本金、宮山錦、秋田シコマ町など、山田錦以外の酒米の使用を主体とした、出品種の増加と、それらの酒と、山田錦を使用した酒との評点の差が減少した。 ため、2010年度から、アイブとツーブは廃止された。しかし、同時点では依然として、山田錦を主体とした、出品種の金賞受賞率が高く、山田錦の優位性を感じるところと総括されている。古種にも適している。肝長と補長を合わせた身長が、約130センチメートルと長いため風で倒れやすく、育つのに時間がかかり、病気や害虫に弱いので、 一般的な食用米に比べて作りにくい品種である。一般的な食用米の1000粒ごとの重さは 22g 程度、一般的な酒米の重さは25から 29g であるが、山田二色は27から 28g と酒米の中でも比較的大粒である。米粒が大きいため砕け米が少なく構成米が可能であり、 粘土と強度の高い、大きい心白は吸水性が良く、麹菌が入り込みやすく、もろみに溶け出しやすいため銀醸作りに優れ、タンパク質とアミノ酸も少なく雑味が少ない酒に仕上がるため、大銀醸酒などの高級酒作りに適している品種である。下の表は、平成18年の兵庫県農林水産部のデータで、山田錦の品種特性をコシヒカリと比較したもの。 代表的な生産地は、兵庫県の六甲山地の北側で、この土地の特徴に合致した場所が、生産的地とされる。その気候と地形の特徴は、温暖で日照時間が長く降水量が少なめな、一方で、夜温が低く夏季の気温の比較差が、摂氏10度以上に達する場所であること、土壌の特徴は、養分となるマグネシウムと、リニア。 水分の保持力が高く、根が伸長しやすい粘土質なことである。栽培の北限地は、新潟県上越市吉川区とされる。2018年時点で国内の生産量の6割を、兵庫県が占めている。兵庫県の六甲山地の北側は、瀬戸内海式気候なため温暖で日照時間が長く、降水が少なめで、東西に開けた場所ではさらに日照時間が長く、 六甲山地で夜の都市部からの暖気が遮られ比較差が摂氏10度以上になりやすく地層は神戸総群と大阪総群の粘土質であり山田二式の生産に適している特に針馬地区の北針馬地区阪神地区の三田市川辺郡稲川町と神戸市北区に生産地が集中しておりその中で三木市が生産量が全国一である特に 三木市や加藤市の一部は、特営地区に指定されており、酒米買うなら、土地を買え、と言われるぐらいこの畜産のものが珍重されている。2007年時点では、兵庫県に次いで、福岡県、岡山県、徳島県、佐賀県の順に生産量が多く、東北地方の南側から、九州地方まで全国30府県で生産されている。春から秋にかけて生産される。 第二次世界大戦前は、臨時米国配給統制の規制により輸出には、知事の許可が必要になったので、中条米の使用ができなくなり、山田錦の改良を進めていった。その結果、高評価され、需要が伸びた。戦後も、生産量は拡大し、1963年に約7840ヘクタールでピークを迎え、その後は一旦減少したが、 1985年頃から増加し、1998年に生産量が再びピークを迎えた。2001年に500万国を抜いて初めて酒米の作付け面積1位を記録した。2018年の全国の生産量推計は34,059トン、兵庫県の未推計で19,934トン、2018年の 兵庫県の海での作付け面積は5430ヘクタール。三木市吉川町基地案にある交流施設、山田錦の里内にあり、2004年にオープンした施設である。山田錦を使用した日本酒や地元産の農産物などを販売しているほか、館内のミュージアムでは山田錦の歴史や栽培についてパネルやミニチュアで紹介されている。 毎年3月には駐車場にて山田二式祭りが開催される。ありがとうございます。